に100点じゃなくても人生死ぬわけじゃないから、うん、そこはなんか本人で決める、うん、そでそのお友達がいたとして、うんうん、ミックさんのお友達がいたとして、うんうん、その人がいつもそういうニュースの話ばかりしてる、はいはい、本気で怒ってる、うん、続きどうします、うーん、ちょっと指摘したくなりましたね。あ、ニュースの話楽しいって聞いた、これが嫌味に聞かれるね。でニュースの話したら、あ、ニュースの話したとか言うでしょ、佐藤。あ、またニュースの話してますねって、これですね、これだ。これだ。次行きましょうか、はい。で、もう一個ね、新しく、はい、デートレイプドラッグっていうのが今日のニュースでね、中京テレビが取り上げてたんですよ、あの、うん、愛知県の方のテレビ番組、うん、女性を狙う身近な敵、まあ、簡単に言うと女性を狙った卑劣な犯行は後を絶ちません、うん、でこれをデートレイプドラッグと言ってて、なんかその一緒に飲んでる時にその彼女がある知り合いがトイレに行った瞬間薬入れて眠らして、うん、そのままどっか連れてってやっちゃうっていうね、っていうのはもう問題になってるんですよっていうのは、中京テレビが多分その、うん、なんかニュースというか特集を組んだんでしょうね。で内閣府が調べたところ被害の8割が顔見知りと、全く知らない人っていうのは実は1割ちょっとらしいですね。だから知り合いと何回も飲んでるうちに薬入れられてレイプされてしまうってことが起きるっていうね、気をつけましょうってことですね。はい、それだけです。はい、ちょっとあのこれあの、ね、もしあの気をつけてくださいよっていうことですね、はい、でもこれ SNS や出会い系での出会い、これはかなり多いですって書いてあるので、うん、あれですね、マッチングアプリとか使ってる、ね、今これは1割に入るのか8割に入るのかどっちか知りたいですよね。そうですね、1割なのに、でもここにもかなり多いですってちょっと若干矛盾してるんで、うん、ね、矛盾してますね、この記者、うん、常にあれですね、1割だけで多いんだろうな、だから1割のほとんどはそれとかね。ああ、そうですね、うん、じゃ気をつけないね、はい、薬だから ここで注意してるのが、うん、トイレに行くときは飲み干すか、うん、なんかそのなんだろうな、手で持っていく、トイレに行く人いますそんな人いないですね。まあ飲み干すんですね、うん、飲み干してトイレに行けと、あと色が変わってるのを見ろと、それが分かる場合もあるらしい、まあ、飲み干すんだな、飲み干してからトイレ行けってことですね、うん、あ、でもこれ怖いですね。東海地方では婚活サイトで出会った女性に睡眠導入剤を飲ませって書いてありますから、ね、そう、婚活サイトであるんですね、恐ろしいですね。でもこれ分かってるのでそれなんで、分かってないところでは結構多いんでしょうね、うんうんうん、あのあれ知ってます、連続殺人事件って昔あったの知ってます、うん、ある女性がいろんな男性を練炭自殺に見せかけて殺しまくったっていう、はい、知ってます。何でしたっけあれ、あの人すごく有名な名前ちょっと、ね、なんとか毒婦とかいう本とか、うん、あと2つぐらい本が出てるんですよね、その、うん、なんて人だったかな、まあ、その人、うん、その人の本を読んだんですよ、うんうん、そしたらその女性は、男性にホテルに誘うんですよね、うん、あの婚活サイトで出会って結婚が目的の全くモテない男性を、うん、そのうちは何回か薬入れて眠らしてるんですよ。でなんだろうな、私シャワー浴びてくるねとか言って、うんうんうん、こうコーヒー2つ作って飲んでてって言って、うんうん、で飲んでる途中でこうその男性が、その男性が記事ちゃんとこう警察に取り締まりを受けてるんで、途中で飲んであれおかしいなと思って置いたら10分ぐらい経ったら出てきたんですよ彼女が、うんうんうん、でびっくりした顔してるんですよ、あれあれなんで寝てないのみたいな、うんうんうん、でも言わずに、はい、ちょっとそのコーヒー飲み干してと、そうしない、うん、その間に出てくるからみたいな、うん、私はせっかく作ったコーヒーだからみたいな、うん、でまたシャワー浴びて、うん、その時にまあ分かったって飲んで翌日らしい、なんかだから絶対ドラッグが入ってると、で僕が言いたいのは何かというと、その男性は次また会いましょうってまた言ってるんですよ、この男性の悲しい差がっていうかね、ドラッグ入れられてると思ってまた言ってるんですよ、そして今度眠っちゃってるんですね、そしてお金盗まれたっていう、それはちょっと興味深いなっていう、うん、それでも行っちゃう男性の話してたね。そうですね、うん、なんかもうあれですかね、もう他にいないかもしれないっていう感じなんですね。男性、女性もなんかすごくかっこよくてスペックが高いっていう、嘘かもしれないけどスペックが高いっていう時に、うん、眠らされてもまた行くのかなっていう、可能性としてはゼロじゃないかもしれないですね、うん、次行こう、はい、質問コーナー、質問コーナー、あ、質問、はい、このコーナーは主に恋愛や結婚で浮かんだ疑問やわからないことを送っていただき、僕グッドよりか答えているというやつですね、
上連さん、これはこの方もいつも送ってくださる、ね、優しい方ですよ。ありがとうございます。私の恋愛考察、年下からの告白っていう記事があって、これハテナブログかな、一般の人がこうブログを書いて、でそれが面白かったらピックアップされるような仕組みになってるブログがあるんですね、ハテナっていう、ね。まあ、そのハテナっていうブログの CTO かな CFO かなんかが不倫してたんで、その動画を上げられてて面白かったんですけど、体の関係を持ってる動画がそのまま上げられてたっていう、はい、それはさておき、この記事投稿者、そのね、記事を読んだ上連さんが、まあ、それだからなんだろうな、高校生に告白されて僕困っちゃってますみたいな記事なんですね。でそれに対して投稿者はどうやって断るか悩んでる風に見えますが、どうやってその高校生に告白されたのを断るか悩んでる風に見えますが、これは彼女がタイプでないため好きにさせるだけで十分な距離を長く維持させる結果になっているように感じます。これ言ってること分かります？分かりますね、はい、うん、振って相手を傷つけたくないのも分かりますが、タイプだったら同じようにするのでしょうか、うん、また彼女のためを思うなら振るのも優しさかなと思いますっていうふうに言っている、うん、まあ、これに対して意見を求めてるんだけど、うん、その記事を読みました。これをちょっと読むと、うん、まあ、2018年8月31日高校生に告白された。毎日のように行くコーヒーショップがある。常連なので顔が覚えられているどころか、数分程度なら会話もするくらいには仲良くなっている店員さんも何人もいると。で昨日いつものようにコーヒーを買いに行ってつまらん冗談を言ってから職場に戻ると、エンベロープの内側に、これは何でしょう、封筒ですか、メモが挟まっているのに気づいた。 LINE の ID とメアドに加えて連絡が欲しいと一言書いてあった。馴染みの店だし無視して足が遠のくのどうかと思って連絡を取ってからのタイトル初々しくて良いし、まあ、その子に連絡したんでしょうね。俺はすでに30代で、この子とは10年以上の年の差がある。はっきり言えば倍だよね。もうおっさんだぞ。童顔で若く見えるかもしれないけど、34なんだ。今、高3の君から見ると高校3年生の女の子ですね。倍の年数を生きた妖怪じゃん、と兄に。年上だと、それと兄に。それに対して、まあ、そんなに年上だと思ってなかったです。ごめんなさい。いいよいいよ。めっちゃ嬉しかったし、店に会った時はよろしくね。みたいなのいろいろ書いてあるんですよ。これどう思いましたこれ、この記事。この男性がこの記事を書いた目的を考えましたね。それいいですね。そうなんですよね。なんでかこれ書いちゃったんだろうっていうのを考えた時に2つ浮かびました。いいですね、いいです。1つは、彼の中で天使と悪魔の声があるあって、悪魔の声をに賛同してほしいからまずこれを書いたんだろう。なるほど。悪魔の声というのは高校3年生のことやっちまいないよと、みんながいやもったいないよそんなの、切っちゃダメだって、こんなチャンスないよっていう。でも本当天使はここにも書いてますけど、いや年齢もね10代だし、なんか法律的にも良くないからって、法的に良くないって天使は言ってるんですよ。でも悪魔は、いやいやせっかくだぞって、30代のお前フリーなんだろって、そこに賛同してくれる声を求めてまず書いているっていうのと、あとは高校生から恋を求めて、俺求められてるよっていう自分をアピールして、なんか自分のなんだろう承認欲求みたいのを満たしたいのかなって、その2つかなって勝手に私は思ったと。がどうでしょうか。いや僕もね、そう同感なんですよね。でそこでまず上連さんに戻って考えると、投稿者はどうやって断るか悩んでるふうに見えますが、これは彼女がタイプでないためとか言ってるのが、上連さんはその文章を鵜呑みにしちゃってるんだと思っちゃったんですよね。つまりその思ったことがここにそのまま書くはずないじゃんって僕は思うんですよね。ハテナブログに書くってことは、そう今言ったような少なくとも2つの目的のどっちかがあったわけですよ。にもかかわらずどうやって断るか悩んでる風に見えますが、これは彼女のタイプじゃないため、ということはここに書いてあることが彼の書いた人の心の中そのものが現れてると思っちゃってんだなと思っちゃったんですね。ああなるほどですね。多分今までじゃあそういう自分の文字を書いたりとかブログに記事を書いたりとかっていうのはいつも自分の気持ちを表現して生きてきたからそう思うんでしょうね。かもしれないですね。それはすごく素敵なことです。自分の本音をちゃんと書けるって。そうか。いやいや、そんなことない。あ、そうそうそう。いやいや、というのも、この、ハテナブログに書いた人でさえ、俺が素直に書いてると、なんていうかな、表面的に思ってる可能性がある。その裏で今言った2つが働いてる可能性がある。わかります。わかります。なんか言うんですよ、たまに。それは上連さんが全く違いますよ。
なんか俺は思ったことをちゃんと言ってるとか言ってるけど、いやあなたはその裏にある心に気づいてないだけですよっていう人がいるんです。そこをね見たくないからなんかこういいこと言ってたりとかありますね。だからそういうのはメタ認知能力がないっていうね、自分を認知する能力がないんです。客観的に見れないってことですね。そういう場合ね。でじゃあこのブログに対してどう解釈するかによっては、常に先ほどからずっといろんな記事にしろ何にしろ別の目的があって書いてるってことが重要ですよね。そのネットニュースにしろ何にしろね、うん、だから何だろうな、高校生に告白された、で僕が思うにやっぱりそうね、うん、あのなんだ30代半ばで高校生に告白されるってやっぱ嬉しいというかね、うん、やっぱ男性だったら嬉しいですよね、うん、それを書いちゃう悲しさね。そうですね、本当にモテる人だったら絶対書かないと思うんで、むしろ隠すというか、あのよくありますよね、 SNS あるじゃないですか、 Facebook とか Instagram で本当になんか毎日楽しくて充実してる人って、ああいうのにアップしない、しない、うん、そんな人ない、出さないんですよね。そう自分でなんか噛み締めるというか、うん、出してみんなからあすごいねって言ってもらう必要性がないから、そうなんですよ、うんうんうん、SNS でもなんかあの一般的な SNS でも、うん、ナンパされたことを書く人がいるんですよ。いますね、うんうん、でナンパされたことは嫌だったって書くんですよね、うん、いやそれ多分そうだと思う、うんでもなんか このなんか嫌なね、なんかヤンキーっぽい人に、うん、ナンパされた40代女性とかね、うん、書くわけですよ、うん、でもそのナンパされた言葉は嬉しい、なんだろうな、そいつその私まだ女性として見られてますよ感を、でそこまで僕勝手に感じ取って悲しい気持ちになるんですよ。あのいつも心が悲しい時、悲しい時ナンパされたことを SNS に書いちゃったのを見た時、見た時みたいな、そういうあのいわゆるそのわびさびの悲しさを感じる。うん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 、わかります。すごい言いたいこと。そこまで感じていいねを押すんです僕。あ、そう、優しい。優しいんじゃないんですよ。これはむしろ嫌味というかそのわびさび感。なんかあの古い池に川塚なんか飛び込んだ時にポチャンとした時のいいねみたいな。わかりますか。そっか、そっちのいいねなんですね。あ、それ言っちゃうねみたいな。あ、その悲しさをこのそのハテナブログに感じる。こんなことなんか、だから彼の中でそうさ、しかもメタ認知多分できてなくて、彼の中でこれでいっぱいになっちゃったんです、うん、そうですね、うん、だから高校生に告白されるなんて、うん、もうウハウハなんです、内心はウハウハなんですね。この俺のもう一大事件ですよ、うん、書かざるを得ないって書いちゃったのかなっていう、うん、でも多分本当にモテる人だったら常に多分アプローチされてるんで、そうそうそう、うん、あ、また高校生かみたいなぐらいな感じですもんね。そうそうで、傷つから悪いから、まあ、そこは断るとかね、そういうんでしょうね、うん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 、で、また上鶴さんの質問に戻って、じゃあ、まあ、彼女のためを思うなら、うん、まあ、彼の、うんと、このタイプじゃないって書いてるんですね、このブログにはね、タイプじゃないから断るみたいな、うんうんうん、で、上鶴さんが思うにタイプじゃないから好きにさせるだけで十分、つまり高校生の女の子には好きになってほしいけど、それ以上手が出せないっていうふうにしてるんでしょうかねと、もしタイプだったらどうしますかねみたいなことを聞いてるんですね、うんうんうん、それはどう思いますか。タイプだったら、うん、タイプでも同じようにこの人は余計悩むんじゃないですかね。悩むね。ただこういうこの人あのブログの記事にあの、うん、わらみたいの書いてますよね、うんうん、W 付けて、ね、なんかちょっとこうなんだろうな、真剣さがあんまり見られないですね。でも本当に自分のタイプででも10高校生だったってなったら多分この文章にかなり真剣さが出てくると思う。おお、ほうほうほう、確かに、うん、彼も同じように悩むと思う。どうなんでしょうか。本当にどうした、それこそ知恵袋に書くと思います、うん、この人は。なるほど、ね、ブログ記事じゃなくて本当に答えを求めてるようにっていうことは、まあまあ同じように悩むと、うん、もっと悩むと、もっと悩む、うん、なるほどね。それはいいかも、そうかもね、うん、だからそう、僕もまず好きにさせるだけで十分になったかどうか、だからまあ本当にタイプの外だけどあの対象外だけど高校生っていう、高校生っていうだけで価値があるんだよ ね、 ね、というのも何だろう、手を出しちゃいけない宝物みたいな、あ、なんか子供って言ってるけどあの生物学的にはもう子供じゃないんですよね、もう女性ですね、法律的には子供ですけど、うんうん、だからまあ何だろうな、もう何だろう、もう何ていうか、し至るっていう字に思考の死に宝ですよね、司法です、わかんない今作った言葉ですけど司法なんですよ、司法に告白されちゃったわけですよね、どうしようって感じですね。そうそう、うん、でじゃあもしタイプだったら、うん、やっぱ手は出せないと思うんだよね、うん、ただそのやっぱタイプだと
あの僕思うんですよ、あの僕が昔勤めてた大学とかいろんなところで、はいはい、学生手出しちゃいけないのに手を出しちゃう人がいたりして、あ、はいはい、うん、なんかたまにめちゃくちゃすごく男性を狂わせるぐらい可愛らしい人がいるんですよ。そういう人ってもうそれが現れた瞬間、うん、その女性全然悪くないけど、うんうん、犯罪者を作っちゃうんですよ。あ、わかります？魔性の女ですね。うん、その人悪くないけどね、うん、そういう先生たちや、うん、まあ、学生の先輩たち見たんですよね、うん、ストーカーになっちゃったみたいな、そんなのめり込んじゃう、のめり込んじゃう、確かにこれのめり込むなみたいな、うん、だからそうなっちゃうかもね、うん、つまりその手に入りそうで入らない距離に置くとか、うんうんうん、なんか好きさせるだけで十分な距離にしようとするんだけど、うんうん、そんな子がそこにいたら自分でもコントロールできない、うん、みたいなことはあるんでしょうね、うん、だから我々もそういう、まあ絶対そんなこと起きないから大丈夫なんだけど、うん、起きたらすぐに切れっていう、そこにはもう行くな、そのこれはスタバとしたらそのスタバも行くなって言いたくなりますね、うんうんうん、あ、そうですね、うん、ちょっと危ない方向に、そうそう、だから上連さんが質問に答えると、うん、まあその可愛くても好みだったとしても、うん、そうしようとこの投稿者はしようとするだろうが、うん、たまにその人の、うんうん、コントロールを超える人が来たらもうこの人でさえ分かりませんっていうのが答えですかね、うん、はい、はい、次行きましょう、はい、これ一個一個すごい深掘りしてますね深掘りしちゃう、ね、うん、結構いっぱいいろんな方が来てるんだけど深掘りしちゃってますね、すいません、うん、どこ行った、あ、そうか、仕切った会計、一人でこんなことしてますですかね、こんなことしています、新しくね、あの、わかりました、リルさんが送ってくださったんです、先ほどありがとうございます、リルさんもね、たくさんもう書くたんびに僕に叩かれるのに送ってくださるっていう超優しい方なんですよね、すごいですね、うん、リルさん、リルさん、博士さん、新アシスタントさん、こんにちは、一人だとこんなことしています、アンド初めての失敗かっこ大はやってしまったものはしょうがないと申します、この方は とにかく長い文章を書くんですね、なるほど、この本題に入る前にまだ副題が一応進行の提案で人生初めての失敗やってしまったらもうなるほどって書いてあって、ここまでが 前置きなんですね、前置きないよね、はい、で、ここから僕読んだんですけどすごく興味深かった、私の部屋は多分彼女は今シェアハウスから住んでいらっしゃるんですけど、私の部屋はベッドの上からでも動画鑑賞しやすいようにベッドとデスクを L 字型に配置して、だから自分の部屋があるんですね、個室ですね、ベッドとデスクを L 字型に配置して、デスクの上にあるデスクトップの iMac21インチ、まあ、だからデスクトップ型の Mac ですかね、をちょっとおしゃれなやつですね、こんなってるんです、寝転んで見られるようになってますと、仕事から遅く帰ってきた日は夕飯にお惣菜を買ってきてテーブルを使わずに動画を見ながらベッドの上で食べてしまうこともしばしば、そしたらついさっきパソコンのモニターの裏にあるコップを取ろうとして、こう取ろうとして手をベッドからですね、 L 字型のベッドから手を伸ばして無意識にベッドの上に置いたペットボトルがボトン倒れたと、でしかもですよ、でも倒れてること自体にしばらく気づかず、ふと見ると蓋の閉め方が甘かったようで、なんと2リットルのペットボトルの半分がベッドの上にこぼれてしまいました。これは、ね、ウーロン茶でしたっけ、お茶でしたっけ、何入ってたんだっけ、お茶とは書いてないですね、あーなんかわかんないんだ、まあ、とにかく、うん、なんてこと、これなんだろう、びっくり、アットマークが2つの中、まあ、そうです、 目でしょうね、多分目ですね、これ目ですね、実は仕事の帰りに明日の飲み物代を節約するために重いのにわざわざ安売りの2リットルのペットボトルのお茶を買ってきたのでした、お茶ですね、お茶でしたなのに半分はベッドに飲ませてしまいました、てん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 、二重ショックです、うんうん、こんなにベッドに大量のものをこぼしたのは初めてですが、やはりこうやってベッドでズボラに食べる癖ができてからベッドリネンを汚すことが増えてきました、うん、せめてデスクの上で食べていればこんなことにならないので、ベッドでの飲食は今後禁止したいと思います、うん、禁止にするにはあまりにも魅力的な癖ですよね今のところ引っ越してくるまではベッドとデスクを離した配置だったのでこういうことは起こらなかったですが、配置替えもいいかもです。ちなみに5年ほど使っていたベッドスプリングが壊れてしまったので、この秋ベッドマットを買い替える予定でにしていました。だからまもなく買い替えるんですね、うん、ちょうど買い替える直前で助かりました。新しいと買ったら汚さないように配置を変えて気をつけます、うん、あと追記、布団は無事でした。ベッドのシーツの上に厚手のバスタオルを敷いて、その上にコテント1リットルこぼれたのにコテントペットボトルが900、800リットルくらい、800ミリリットルぐらいかもしれないけど、
かなりの量をバスタオルを吸い取ってくれたようではあります。これどうですか、うん、まあ一人だとこんなことしてますっていうのですよね、これ。確かに僕も一人暮らしの時は、まあ、でもベッドの上では飲まなかったかもしれないけど、これがいいんだよね、一人暮らしって。そうなんですよね。ね、結構なんか楽しいというか、そう、ちょっとなんか、このいい加減さ。そう、やっちゃいけないんだけど、うん、見てないからいいかみたいな。それがちょっと楽しかったりとか。そうそうそう、だからなんかね、なんだっけ、お笑いの東京ポッド企画区っていうラジオ番組があって、うん、そこで、プチ鹿島と、聞いたことあります、サンキュー達夫とマキタスポーツって言われる3人がいて、マキタスポーツさんは知ってます、はい、その人たちが一人暮らしで犯してしまう、なんかここまで行ったらやっちゃったみたいなのがあって、それは土足で中に入っちゃうみたいな、靴で紐靴で靴を縛ってなんかした時、忘れ物したっていう時に靴で入、なんだろう、もう一回靴脱ぐと大変じゃん、確かに、その時に土足で入っちゃいませんみたいな、あります、あります、ね、そういうのが一人暮らしのなんか乗り越える壁みたいな、うん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 、そのうちの一つがこのベッドの上でご飯食べるんですかね、ありますね、うん、ポテチ食べちゃう、そうそう、あとお風呂でご飯食べるとかね、お風呂でご飯、湯船の上で、え、ないですか、ないです、それすごい贅沢な気がして、お盆の上に、うんうん、ご飯炊いたのを乗っけて、うんうん、こう味噌汁のようなこう浮かせて、浮かせて、あ、あれですね、露天風呂でこうお酒飲むみたいな、そうそうそう、ですね、もう風呂で何でもやり始めちゃうみたいな、あ、テレビつけて、まあ、そうそう、音楽聴いたりとか、そう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 、もうお風呂で全部完結させるとか、そう、ずっとお風呂でのんびりできる的な、あ、いいですね、でもそれは、いいでしょ、うん、すごい贅沢で、そのうちの一つがこれですね、あ、ただペットボトルね、だから僕その、まあ、パソコンでやる仕事、パソコンで仕事してるから、蓋はすごい気をつけますよね、そうですね、キャップとか本当にギュッとしないと、うん、そう、だから缶コーヒーとか買わなくなりましたよね、あ、絶対蓋できるやつにして、うんうんうん、大事です、ね、これはでも不幸中の幸いですよね、これまずお茶だったってことが幸いですし、うん、コーラとかだったら大変ですね、そう、これ大変、オレンジジュースとかだったら、うん、あとお酒ね、あと牛乳ね、あ、牛乳一番牛乳じゃなくてよかったです、うん、これは本当にリルさん投稿してくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、またお待ちしてます。面白い、はい。一人でこんなことしてますね。でもこれ続けてほしいですけどね、僕は。そうですね。これからもずっと布団の上で飲んだり食べたりしてほしい。そこで何か起きたことをぜひ教えてくださいって感じですね。この贅沢やめた方がいいよね。だって結婚式はできなくなっちゃうから。そうですね。できないです。本当子供できたら本当できないです。できないですよね、うんうん。次、プチスピ。このコーナーは自分の身の回りに起きたちょっとスピリチュアルな体験、プチスピお願いしますよ、はい。送ってもらってます。はるかさん、このはるかさんって方もね、いろいろ送ってくださる優しい方ですね。息子さんのそうですかね。そう、あ、そうです、それでその方です。番組内で博士がはるかさんの作風はさくらももこに似てるっていう、まあ、先々週言ったんですね、うん、とおっしゃっていましたが、さくらももこも私も同じ静岡県出身です。静岡県はのんびりした土地柄なので、お笑いの作風もちょっと抜けていてほのぼのした感じになるのでしょうか、うん、っていうことですね、うん、僕も昔静岡に行ったことがあって、うん、一人の恋人は静岡にいたんですね、はいはいはい、友達もいっぱいいるんです、女性のね、うんうんうん、で確かにね、静岡の方って まずのんびりしてて、うん、あとポジティブなんですよ、なんだろうな、根っから明るいというか、はいはい、なんか太陽に照らされてる日々を送ってそうみたいな、もう確かになんかこうひまわりみたいな、花で言うとこうパッと、そうそう、ひまわり、ひまわりかもね、いやーんと、ひまわりよりはちょっとなんだろう、ひまわりという元気さが、そうですね、あ、パンジー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 、チューリップ、あんな感じ、あ、そうですね、うんうんうん、な感じかなっていう感じはするけれども、でも一方で僕、さくらももこさんってもうちょっと薄暗い感じがして、うんうんうん、もっとなんだろう、席を斜めに見ている、うん、僕茨城県に住んでるところがあって、はいはいはい、むしろ茨城っぽいっていうね、さくらももこ、うん、なんだろう、いや確かにそのちびまる子ちゃんはほのぼのした感じ出てるけど、その中でもなんかなんだろう、みんなに対して、嫌味言ってる人たちいます、キャラクターもみんなそうですよね、そう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 、なんかね、みんな、うん、そう、今日の努力無駄であったみたいな、しなんかなんだろう、まるで意味がないとか、なんかそういうナレーションがねありますね、うんうんうん、あれって茨城っぽいんだよな、確かに国とか、うん、国じゃない、都道府県とかにも、京都とか、そうそうそう、大阪とか、そうそうそう、全然なんかこう色がありますよね、あるあるある、ちょっと教えて、その私の知ってる色、え、京都はやっぱりなんか本当大和なでしこ感がすごい、確かにちょっと上品な色で言うと、こうなんか薄紫ですかね、あ、近い、なん
かこう上品な本当に感じで、うん、大阪だとすごくもう真っ赤で元気いっぱい真っ赤な元気いっぱいな、うん、もう常にこうひまわりやんみたいな、ひまわりとはまたちょっと違いますね、うん、ちょっと花に例えられない、ね、元気さがすごいある、うん、あるね、なんか太鼓っていう、太鼓タタタタタタ、すごい元気。そういう友達いるんですか、大阪に友達と。大阪にいますね。あ、いるんだ、はい、確かにね、うん、あと大阪って僕の中では現実主義者、あ、ありますね、うん、うんうん、それは確かに、なんかなんだろうな、うん、あのそれ神、あの神、あの有名な人で上沼恵美子さんっていうの、確かなんか、東京だと食べもしないグルメ番組を見るとすごくなんだ、1回 3,4 万する、うん、ランチとかを特集しても、うん、東京の人は見ると、うん、でも大阪だったら自分が食べないものだったら見ないっていうか、見たこと言ってて、なんかその現実、私自分の生活と関係ないものに興味ないというか、あ、なんだろう、常にちゃんとなんか自分の軸がある感じしますね。そうそう、現実と一緒に生きている、うん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 、確かにそれはありますね。そうそうそう、そういうのはあるな。 あ、 なるほど。あと前も言ったかもしれないけど、その生物学の分野では、うん、京都と大阪がすごいんですよ。西高東低って言われてて、だから阪大京大ってすごいんです。で東大とかはいまいちというか、だからなんだろう、学会の発表とかで、うん、この A というタンパクに B というタンパクがついてはりますんやとか言った瞬間、うん、こいつすげえみたいな、あ、そうなんだ、めちゃめちゃ、だからあのなんだろう、中山教授も京都大学かなんかですよね。あ、そうなんだ、山中教授か、あ、うん、そうなんだ。でまた京都のさ、ある先生とか嫌に、東京の人はお金かけていろんなことされはれてますけど、我々は頭を使いますんやみたいな、わかりますよ、なんかなんだろう、京都と大阪ってお互いこう敵対視してますよね。なんかお互い全く正反対だからこそ、なんか考え方がそれこそ男と女みたいなぐらい違うから、なんかこう京都の人はネチ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 さらっとこう、そうそうね、あ、そうなんだみたいな、こう、そうですね、うん、わかるわかる、あの雰囲気ね。そうですね、ちょっとなんかもちろん全ていい人ですけどね。あ、そうです、もちろんです、もちろん雰囲気ね、うん、雰囲気が、そうだから、そう、うんと、そうそうなんですよ、うん、だから地方っていいですよね、住んでみるとすごくいいですよね、うん、いいですね、静岡も、うん、新潟とかね、あとね、うん、あと北海道とかね、北海道はね、あのやっぱマイペースなんですよね、へえ、うん、マイペース、いい意味でも悪い意味でも、いや、いい意味で、はい、次行きましょう、はい思っちゃったんだから仕方がない。このコーナーでは日頃思っちゃったことをいただいてます。爆笑問題カーボーイっていう僕のおすすめのラジオ、最近あのなんだっけ、盗作、盗、うん、なんだっけ、裏口入学とかで話題になった、はい、うん、裏口入力してないと思いますけど、それ置いといて、はい、やってるコーナーからパクってきました。はるかさん、はるかさんですよ、また、はい、送ってくださってる、ありがたいですよ、うん、またまた息子ネタで思っちゃったんだから仕方ないに投稿します、うん、息子、小学校6年生でしたっけ、うん、その1、息子が小1の時音楽の授業で小さい秋見つけたを歌っていたそうなのですが、息子は小さい秋見つけたという歌詞をずっと小さいヤギ見つけたと勘違いしてたそうで、うん、ただヤギを見つけただけなのに、どうしてわざわざ歌にしたんだろうと不思議に思ってたそうです。どうですか、これ。可愛いですね。可愛いですね、うん、確かにこのね、あの僕あのその後で小さい秋見つけたの歌詞をもう一回読み直してみたんですよ。誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた、これ多分著作権的に大丈夫だと思うんだけど、うん、小さい秋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 見つけたと、これ結構なんだろうな、マイナーコードの心をキュンとさせるような切ない感じの歌ですよね、うん、あのメロディーがね、うんうん、明確しお兄さん手ならほえすましとみにかすかにしみた、呼んでる口笛もつの声、小さいヤギ小さいヤギ小さいヤギ見つけたと、急に意味がなくなりますね急に意味がなくなるお部屋は北向き曇りながらす、うつろな目の色溶かしたミルク、わずかな隙からヤギの風、小さいヤギ小さいヤギ小さいヤギ見つけた、なんでと思いますね、確かに。そうですね、確かにこの小さい、ぜひあの分析してるページもあってね、でも明確しお兄さん手になる方へってやりました、昔明確しお兄さん、あれは多分遠くに聞こえてるんだと、うん、で、澄ましたお耳にかすかにしてみた、呼んでる口笛、うん、あと鳥の声も遠くに聞こえる、だから病気かなんかで寝てんじゃないかみたいな、あ、そこで夏が終わり秋がちょっとやってくる感じがしたんだよっていうのですよね、だから深いですよね、すごい深い歌ですね、それは小さいヤギだったっていうことですね、うん、あ、そうね、聞こえちゃった、うん。